皆さん、こんにちは。ついに、滝沢秀明氏が率いる 2B のグループナンバーIが1月1日に初となるデジタルシングル GOAT の配信がスタートしたことを発表しました。ミュージックビデオもグループの公式 YouTube チャンネルにて解禁となり、ファンを沸かせています。この発表にメンバーもコメントを寄せています。平野翔さんからは、お待たせしました、僕たちの初デジタルシングル GOAT がリリースされました。今の僕たちがマジで詰まってます、わら、楽しんでね。神宮寺勇太さんからは、この GOAT という楽曲は全編ラップというだいぶ尖った曲になっています。自分たちが好きということもありますが、挑戦という意味も込めてこの曲にしました。全編ラップですが、3人それぞれの個性が爆発しています。何度聴いても楽しめるので楽しんでください。岸優太さんからは、皆さんお待たせしました、ついに GOAT がリリースされます。この曲は依存性がありますので注意してください、わら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 、いや、たくさん聴いてください。リアルに何度も聴きたくなる曲、間違いなしですので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに僕たちはおそらく1000回は聴いてます。それに勝てたら大したもんですね、わら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 、ぜひぜひよろしくお願いしますと寄せられており、岸さんは相変わらず岸公文を発揮していますね。今回発表された楽曲 GOAT は、所属事務所の 2B によると、スタート地点に立ちながら今現在この楽曲が完全に GOAT 最高到達点であると予言する、時代を変革する可能性のあるナンバーとしており、 MV を指揮した映像監督の児玉雄一氏は、これが彼らの答え、そして彼らの新しいやり方、これまでもこれからも全てひっくるめて堂々と前に進んでいく、そんな覚悟と清々しさと可能性があふれちゃって、はみ出しちゃって、とても映像には収まりきってません。期待が膨らむコメントを寄せています。そんなナンバーIを撮影しながら大きな賞賛を与えた児玉雄一氏は、まさに隠れたヒーローとも言える存在であり、なんと椎名林檎さんや米津玄師さん、宇多田ヒカルさん、ミスター・チルドレンなど老若男女に愛されるアーティストの MV を数多く監督しているのです。そのような方に撮影され、絶賛されたナンバーIの底力は、ミュージックビデオに映りきらないほど計り知れないものがあるようです。また作詞作曲編曲は関ジャニ∞の楽曲制作などで知られるペコリさん、シュンさん、モンジョーさんの豪華な組み合わせで手掛けられており、全編ラップで構成された歌詞には、一番の最後に時代を背負う間違いじゃない、これが俺のアンサーと力強いメッセージが込められています。また振り付けにはキング&プリンスの一番でも振り付け指導を担った家畑さんが起用されています。ナンバーIはグループ名が発表された時から一番への思い入れがとても強いのではないかと言われており、3人のグループ名聞いた瞬間、一番が思い浮かんだ、3人がつけたグループ名が NUMBER IO、 思い入れのある5人の曲を思わせてくれる名前で、愛を感じたよ、どうしても一番を連想させるグループなだねとファンからも関連性を目されています。また関係者からも、一番はノリノリのラップチューンで BTS の振り付けも担当するダンサー家畑氏が手掛けたダンスも話題となりました。当時から新曲が発表される際には家畑さんが起用されることが予想されていただけに、反響は非常に大きなものとなりました。 2B の公式発表では、1月1日の午前0時には GOAT が発表されていますが、さらに1月11日の20時、1月31日、2月21日、両日ともに2時間未定としてシークレットの発表を残しています。大注目のナンバーIが新曲をリリースするだけでも話題性が大きいというのに、4曲も短いスパンでリリースするとなると、ファン以外にとっても大きなニュースになりそうですね。そしてこの発表の予想には根拠があると言います。全ての発表日に1の数字がついていること、ナンバーIはナンバーワン、オンリーワンという意味もあると
ナンバーアイという名前が発表された時に岸優太さんが語り、ナンバーアイにとって1という数字に対して大きな思い入れがあり、シークレットの日付に全て1が入っているのはナンバーアイの新曲発表の伏線と言われています。また 2B は2024年3月に東京ドームの公演を予定しています。ドーム公演埋めるだけの曲が必要であり、新曲ラッシュも10分にあり得る話だと言われています。むしろ 2B に所属しているグループ全体で見てもドーム公演を行うにしては曲数が少なすぎるのではと不安の声が上がっているほど、ここで新曲ラッシュが起こればナンバーアイのライブも楽しみにできますね。 2B 滝沢秀明さんはこれまでもたくさんのサプライズを仕掛けてくれました。 2B の発表の中でシークレットスケジュールと呼ばれている日程は日付のみの表記で、内容は黒く塗られており、シークレット枠は合計4つで、そのうち3つは黄色い絵文字の顔マークが表記されています。しかし1月31日のみが黄色い顔マークではなく、パッチリ開いた目が3人分並んでおり、ファンからは気になるとそわそわした様子の声が上げられました。これに対して目玉3つは3人を意味しており、1月31日に3人の曲がリリースされるのではと言われています。つまり残りの3日間でそれぞれのソロ曲が配信されるということなのではと予測する人も。果たして真相は。さらにナンバーアイのデビュー曲は大物アーティストに作曲を任せてかなり力を入れているという情報があります。キング&プリンスににも楽曲を提供したクレバシや旧ジャニーズ事務所にて作詞作曲の多くを任された方ではないかと囁かれています。クレバシもリエハタさんと同様にキング&プリンス時代に一番という楽曲を提供したことで話題になりました。ファンの間では匂わせなのではと話題になっています。平野さんがインスタグラムに投稿したスニーカーがクレバさんとのコラボスニーカーでした。またクレバさんが 2B のアカウントをフォローするもその後解除、事前情報になりうるとあえて解除したのではないかと憶測されています。ナンバーアイというグループ名もナンバーワンでオンリーワンという由来ですし、わらスポーツ紙記者団、またジグヒラがクレバシのライブに足を運んでおり、クレバシはアンコールに一番を歌ったとの情報もあります。ますます新曲の発表が楽しみですね。さらに滝沢秀明さんは26日自身のスレッズを更新し、とある人物とのつながりを匂わせていることも改めて話題になりました。滝沢氏はこの日スレッズ上でインスタグラムの SWAYCOLTD というチームのアカウントリンクを貼り付け、お世話になっておりますにつけた、あまり目立ちたくないですよね、そうはいかないと爆笑する絵文字をつけて紹介しました。さらにサンチェさん、どうなってるんだ、おい、なんでバレてるんだ、おいと言っているらしい。サンチェさん携帯が止まらなくていろいろボタンを押してるらしいなどと綴っており、このアカウントにフォロワーが殺到する様子を楽しんでいたようです。ネット上では SWAYCOLTD を率いるサンチェという人物について、旧ジャニーズ事務所スマイルアップで活躍していた名物振付師ではないかという疑惑がが浮上しています。また同氏は12月に行われた ABCZ の公演内の一部演出で目撃情報があったことからも、旧ジャニーズ事務所の公演や 2B の各制作などに携わっていると見られていましたが、 GOAT の制作に関わっていることがメガボルトの最後のクレジットに表記されていました。またも滝沢秀明氏の匂わせは大成功となったようです。平野さんと神宮寺さんは5月、岸さんは9月に旧ジャニーズ事務所現 SMILE アップを退所し、10月から NUMUBERI として新たなスタートを切りましたが、新天地に移った3人には滝沢秀明さんと同じように共通の目標があり、世界で活躍するアーティストになりたいと考えています。
昨年11月、平野さんらは旧ジャニーズを辞めた理由の背景に強い海外志向があったと明かしていました。彼らにとって歌のデジタル配信は世界進出の第一歩になるでしょう。レコード会社関係者3人で新たな夢に向かって歩く中、平野さんにはさらにその先のプランもあると言います。1月に平野さんのソロ曲も配信するようです。女性セブンはすでに平野さんがソロ曲を収録済みであると報じています。高いダンスの技術を生かしたダンスナンバーのようです。3人で曲を出した後、ソロの新曲もデジタルで配信するのではないでしょうかと語られました。ナンバーアイの楽曲や平野紫耀さんのソロ楽曲では、旧ジャニーズ事務所御用達のサンチェさんの振り付けが披露されるのかもしれませんね。そして旧ジャニーズを辞めてからも根強い人気を誇る平野さん、そんな彼がグループ曲とソロ曲を配信して世界デビューをするとなれば、当然大きな話題になると予想されており、芸能プロの関係者は中国などのアジア圏でも大きな反響を呼ぶのではないかと見ており、インスタグラムのフォロワーは400万人超、また SNS での関連ワードのトレンド入りはもはや日常茶飯事です。前出スポーツ紙記者と語られています。2024年に入って早々とてつもない発表を見せたナンバーアイ、予想を信じてもいいのであれば東京ドームのライブまでにあと3曲以上の発表を残していることになります。今回のゴートはプロのラッパーも顔負けの作品となりましたが、発表を控えた残りの楽曲たちは果たしてどのようなものになるのでしょうか。2024年の活躍に期待です。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。